ディンゴハイブリッドディンゴハイブリッドは、オーストラリアに分布している、ディンゴと多種の家犬の雑種犬のことである。オーストラリアでは、単に、ワイルド、ドッグと呼ばれることもある。もともとディンゴは、アボリジニーと共に、オーストラリア大陸へ渡ってきて土着化し、成り立った非常に古い犬種である。以後ディンゴは長らく純血を保ってきたが、ヨーロッパから植民が開始され、 先住民族であるアボリジニーの生活が破壊されたことによりその状況は一変した。海外から持ち込まれた要件が逃げ出したり放棄されたことにより野良犬となり、その野良犬とディンゴが交雑する機会が頻発するようになった。そうした異種交配によって誕生したのがディンゴハイブリッドである。ディンゴハイブリッドディンゴの雑誌化は深刻で、現在オーストラリアの多くの地域で、 ディンゴハイブリッドが生息している。通常の純血のディンゴに比べて適応性が高く、生息域をさらに広げつつある。なお、内陸部や大きな都市の近辺のディンゴは、大半がハイブリッドであり、ほぼ純粋なまま存在している地域は、フレーザー島など、非常に限られた地域にどまっている。珍しいローンの毛色のディンゴハイブリッドイエイヌも、ディンゴも事実上ほぼ同じ生物であることから、 リンゴハイブリッドは正常な繁殖能力を有する。このため交雑は一世代だけにとどまらず、さらにリンゴと根血することが多い。このためこのまま本種を放置していれば純粋なリンゴが絶滅してしまうことが危惧されている。これを防止するため一部の州では野生のリンゴハイブリッドを駆除し殺処分することが認可されているが、 オーストラリアの動物愛護団体や愛犬家から強く反対され、他にディンゴの純血性を守る方法があるのではないかと訴えられ批判されている。事実、雑種化は年々進行しており、数頭を罠にかけて駆除しただけでは雑種化の進行を食い止める効果が非常に薄いことが専門家から指摘されている。このため、純粋なディンゴを 外部から守る保護と合わせてその地域にいるハイブリッドを駆除したり捕獲したハイブリッドを用いて戻し交配を行って復元を試みるといった対策が考案されている。校舎の策には莫大な費用がかかるが、これにより命を犠牲にすることなくディンゴの純血性を復活させることができるのではないかと近年愛好家の間で期待されている。しかし、 オーストラリア国内でのリンゴハイブリッドの総数は数百万頭にも上るのではないかとも言われており、これらすべてを保護、飼育するのは極めて難しいという意見も根強い。その姿はリンゴによく似ていて、能力や容姿はそれに準ずる。無駄のない筋肉質の体つきをしていて、身体能力が高い。耳は立ち耳、尾は長いタレオであるのが普通だが、例外もある。 マズルの長さは普通である。コートはスムースコートかショートコートで稀にロングコートのハイブリッドもいる。毛色はディンゴの通常色であるイエロージンジャーがメインで、その他には茶系の色や白などがある。中型犬並みのサイズで体高は通常53から55センチメートル程度である。ディンゴと同じく葉の形は狼に近く。 遠吠えをするとき以外はあまり吠えない。また、野生のものの約70%は単独で狩りを行い、パックを組んだとしても、ペアか親子、兄弟といった親しい間柄と組むことがほとんどである。性格は、用心深く警戒心が強いが、主人家族には忠実で従順である。大切に世話をする者に対してはよくなつき、順応力や状況判断力が高い。 運動量は非常に多く遺伝子的にかかりやすい病気はなく平均寿命も長い。リンゴハイブリッドはペットとしても飼育されている。一般家庭で生まれたリンゴハイブリッドの子犬は普通の犬として扱われ、譲渡も行われている。捕獲されたリンゴハイブリッドもしつけや訓練などを行った上で一般家庭に譲渡されている。オーストラリアの法律では ディンゴは野生の動物であるとして飼育を禁じているが、ほぼ無視されている。法をかいくぐるため、登録の際には雑種ということで届け出が行われる。一般家庭で飼育されているディンゴハイブリッドの多くは家庭犬として飼われているが、身体能力が高いためドッグスポーツ用の犬として育成されることもある。このほか非常に稀だが、 牧牛犬として飼育されるということもある。体力や忍耐力があり、力も強めであるためしっかりと牛を管理することができるが、ちゃんとした訓練をしないと牛のかかとを強く噛みすぎる、傾向にあるため注意が必要となる。またオーストラリアンキャトルドッグやオーストラリアンケルピーなどディンゴの血が入っている犬種も存在する。かつて植民の開始により、 オーストラリアの自然が急速に失われていった際、家畜を襲うディンゴとディンゴハイブリッドを買って、仕留めるという役割を担っていた犬種が存在した。その犬種は、ストラスドゥンディンゴキラーと言い,い、元は、スコットランド原産のスコティッシュディアハウンドと、アイルランド原産のアイリッシュウルフハウンドの交雑種で、あったが、19世紀後半頃に改良と交配が、重ねられて犬種に発展した。 ストラスドゥンのディンゴ狩りにより一時ディンゴとハイブリッドの頭数が減少したが、この犬種の死役は犬が犬を殺し合う仲間殺しであるとする見方が強く、20世紀にストラスドゥンなどによるディンゴ狩りが禁止された。狩りが禁止されてから頭数が急激に上昇することはなかったが、交雑化は進み純血種のディンゴが減少するという新たな問題が発生した。ありがとうございます。